いつでもいいよ。おお。ああ、教えてあげよっか。あ、くみこ。おはようございます。お土産。お名前は？お土産は、お土産じゃない。あ、お土産。ちょっと待って、やってそれ言わないから。ありがとう。お名前は？お名前は佐々木圭介です。お疲れ様です。寒くないですか、その格好。寒い。東京はさ、もう28度とかだからさ。あ、そのつもりで来た、うん、いや、寒いだろうなとは思ってたけど。ちょっと浮いてますね。ちょっと佐々木圭介さん浮いてます。初めてのセコマはどうですか？え、なんか、うん、コーヒー豊富じゃない？コーヒーが豊富だそうです。3段もコーヒーあるよ。すごい。それ東京と違いますか？うん、あとなんか値段のフォントが大きいね。そこ。そこ、はい。テンションが上がりましたか？うん。意外に普通だった。待って、上もコーヒーじゃん。めっちゃ楽しいじゃん。見るとこれ買って、うん、なんか晩酌とか。うん、北海道来たら絶対しようと思って。なるほどね。なんかこれホットシェフが結構人気で。なになに。でもホットシェフ知らない？なんかこれが結構出来たて、あの出来たてで美味しいの食べれますよ。でもなんかもう種類ないね。町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋、虎屋、遠右衛門、ただいまは停発いたして、遠斎と名乗りまする。何？え、拙者、何？拙者親方と申すわ。拙者、親方と申すわ。ダメだ、私できない。いいよ。うん、思いっきりやっていいよ。思いっきりやったら超えるよ。いいよ。え、うん、あの車だけ壊さないように。あ、ちょっと風強いね。あーめこ。スカン、おはよう。あーめこ。スカン、おはよう。わ、また寝坊？ああ。てか授業始まるよ。行かないの？後で行く。教室行ったってつまんないし。だよね。おはよう。また寝坊？うん。てか授業始まるよ。行かないの？ごめん。
こんにちは。俺が好きみたいな。
また私さ、本当の友達って、なんて言う、大丈夫かな、はい、え、どこまで行くんだ、これ。ああ、そっか、行っていい上限知らないと。その辺だね。この辺、うん、結構、これ、これ超えたあたり。そう、え、入るか、これ。入ってない気するよね。今回入ってない。え、難しいね。あ、私見るわ。歩いてて。あ、全然待った。大丈夫。あの、電柱の前ぐらいだね。これ、目印置いた。ありがとう。てか、友達って何、何って感じ。ああ、教えてあげよっか。それあるよな。ああ、教えてあげよっか。友達いないんだよねって素直に言える相手が本当の友達なんじゃない。気づいたら隣にいる俺らみたいな。ねえ、そこ、私さ、本当の友達って、いないんだよね。てか、友達って何？って感じ。なんだよ！走る。ちょっと、あ、そ、そ、そこで、そこで。なんだよ！ケンタ混じってくれるんだ。なんだよ。どうでしょうか。いいじゃないでしょうか。なんで。なんか振り返りをやりたい。そう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 、爽やかな感じ。こっちが区長さんだな、ほら。区長さん、ファン、ファン上げて。ケスケさん、満喫できましたか？めっちゃ楽しかった。はい。最後、あつみさんがずっと寝てたけど。一番楽しかったのは時計台じゃないやっぱり。時計台が楽しかった。時計台は本当笑い止まらなかった。いる間ずっと意外に時計台見
そう、あつみさん時計台行った時寝てたんだ。